衝撃、ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024ナ、no. ンバーワンでの秘密。ファン必見の瞬間を見逃すな。平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータが再集結。神戸ワールド記念ホールで何が起きた神戸は、毎年数多くの音楽ファンや観光客が訪れる場所として知られていますが、この秋、さらに多くの注目を集めているのが、ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024ナ、no. ンバーワンと、 あいみょんツアー2024-2020号20の2大イベントです。特にワールド記念ホールで行われるこれらのライブは、すでに多くのファンにとって見逃せないビッグイベントとして話題になっています。しかし、ただのライブイベントというだけではありません。それぞれの公演には、出演者の熱狂的なファンたちが抱える特別な期待や、地元との深いつながりが隠されています。まず、 ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024ナ、no. ンバーワンについて語ると、このツアーはまさに次世代の音楽シーンをリードする一大イベントとして位置づけられています。ナンバーアンダーラインアイは若手アイドルグループとしても、すでに大勢のファンを魅了しており、彼らの音楽やパフォーマンスには一度見ると忘れられない魅力があると言われています。今回のツアーでは、彼らがこれまでに培ってきたスキルや経験をフルに生かしたパフォーマンスが期待されています。 さらに、神戸という地でのライブは、特に多くのファンにとって特別な意味を持っています。神戸は、音楽と文化の発信地としても知られており、その雰囲気は観客にも強い影響を与えます。多くのファンは、この場所でしか味わえない特別な体験を期待しているのです。一方で、同じ会場で開催されるあいみょんのツアーもまた大きな注目を集めています。彼女の音楽は、 独自の感性や歌詞の深さで多くの人々の心をつかんでおり、そのリリースごとに大ヒットを生み出しています。特に、ドルフィン、アパートという最新アルバムは、日常の中で感じる孤独や愛情を繊細に描写し、多くの共感を呼んでいます。このアルバムを引っさげたツアーは、単なる音楽の披露という枠を超え、観客一人一人に強いメッセージを届ける場となるでしょう。彼女のライブには、 いつも心の金銭に触れる何かがあり、聴いているだけでまるで自分自身の物語を見ているような気分にさせてくれます。そんな彼女の公演が、ナンバーアンダーラインアイのライブと時を同じくして神戸で行われるのは、音楽ファンにとって絶好の機会となります。さらに、今回のイベントは地元神戸にとっても重要な意味を持っています。神戸は、近年観光都市としても再び注目を集めており、 こうした大型イベントが地元経済にも大きな恩恵をもたらしています。特に音楽イベントは、その町の活気を象徴するものとして、多くの観光客を呼び込みます。ライブ当日は、ファンたちが神戸の街を訪れ、地元の飲食店や宿泊施設がにぎわうことが予想されます。また、ワールド記念ホールのような大規模な会場で行われるライブは、その町の文化的な価値を高め、 地元のの人々にととっても誇りとなるのですここで興味深いのは、こうした大型イベントが行われる一方で、チケットの入手が困難になっている点です。特に、人気アーティストの公演となると、チケット争奪戦は熾烈を極めます。今回も多くのファンがチケットを求めて競り合い、結果的に手に入れられなかった人も少なくありません。SNS では、落選という言葉が頻繁に飛び交い、 ファンたちの切実な声が数多く寄せられています。地元に住んでいるファンでさえもチケットを入手できなかったという話も少なくなく、この問題は毎回のように話題となります。制作開放席やリセールといった最後のチャンスにかけるファンも多いのですが、それでも競争は激しく、チケットを手に入れるのは容易ではありません。とはいえ、このような状況があるからこそ、ライブに参加できるということがより一層特別な体験となります。 実際にライブ会場に足を運び、その場で感じる熱気や興奮は、言葉では表現しきれないものがあります。スクリーン越しに見る映像や写真では伝わらない、リアルな音楽の力を全身で感じる瞬間は、ファンにとってかけがえのないものです。ナンバーアンダーラインアイやあいみょんのライブを楽しむためには、単にチケットを手に入れるだけでなく、その場でしか味わえない空気感を存分に楽しむ準備も必要です。また、 ライブに参加できないファンにとっても、SNS やファンコミュニティがあることで、ライブの感動を共有する手段が広がっています。ライブ後には、多くのファンが感想を投稿し、その感動を言葉にして他のファンとは勝ち合います。実際に参加できなかった人たちも、これらの投稿を通じて間接的にライブの雰囲気を味わうことができ、さらに次回の公演への期待が高まるのです。このように、 ライブイベントはその場にいる人だけでなく、広くファン全体に感動をもたらす力を持っています。そして、ナンバーアンダーライン愛や愛ンのようなアーティストが、ファンとの絆を大切にし続ける姿勢も、彼らの成功の鍵と言えるでしょう。ライブだけでなく、SNS を通じた日常的なやり取りや、ファンミーティングといった直接的な交流の場も、ファンにとっては特別な体験です。こうしたアーティストとファンの距離感が、 彼らの音楽やパフォーマンスにさらに深みを与え、結果的により多くの人々に支持される理由となっているのです。これからも神戸は、音楽の聖地として国内外のアーティストやファンを迎え入れ続けるでしょう。そして、ナンバー・アンダーライン・アイやあいみょんのようなアーティストが新たな音楽の歴史を紡ぎ続けることで、神戸という街自体もさらなる成長を遂げることになるに違いありません。音楽は、 そそそのの場所や人々と結結びびつつききをを深めるる力を持ってていますそししここうした結びつきがあるからこそライブという体験は一度きりのものではなく長く心に残る特別な瞬間となるのです。音楽の力はただその瞬間に楽しむだけではなく私たちの日常や人生に深く根付くものです。ライブという非日常的な体験は特別な空間と時間の中で私たちに新たな気づきを与え 感情を揺さぶりますそして、その感動はライブが終わった後も私たちの心に残り、何度もその瞬間を思い返すことで、再びエネルギーを得ることができます。ナンンバーアンダーラインアイやあいみょんの音楽は、まさにそのような力を持っています。彼らの歌詞やメロディーは、私たちの感情に寄り添い、時には支えとなり、時には新たな視点を提供してくれます。 ライブに参加したファンがその体験を何度も語り合うのは、その感動を他の人と共有したいという強い思いがあるからです。また、参加できなかった人もその体験を少しでも感じ取りたいという願いがあります。こうした音楽を通じたつながりは、アーティストとファン、そしてファン同士の間に新たなコミュニティを生み出します。特に、SNS の発展により、このようなコミュニティはさらに活発になり、 世界中のファンがリアルタイムで感想や思いを共有することが可能になっています。例えば、No. アンダーラインアイやアイミョンのライブ後には、Twitter や Instagram で、#No. アンダーラインアイライブ、ハッシュタグアイミョン神戸などのハッシュタグがトレンド入りし、ファンたちが自分の感想や写真を投稿するのが恒例となっています。このような SNS を活用したファンの声は、アーティスト自身にも大きな影響を与えます。 ファンの反応をリアルタイムで受け取ることができるため、アーティストはそのフィードバックを次の作品やパフォーマンスに活かすことができます。例えば、ライブ中の特定の曲に対する反応が予想以上に大きかった場合、その曲を今後のライブのセットリストに加えることもあるでしょう。また、ファンからのリクエストやコメントが、新たな楽曲のインスピレーション源になることも少なくありません。このように、 ファンとの相互作用が音楽の進化に寄与しているのです。さらに、今回のような大型ツアーがもたらす影響は、単に音楽の範疇にとどまりません。音楽イベントは、その都市にとっても大きな経済的、文化的な波及効果をもたらします。神戸のような都市では、ライブツアーが行われることで観光業が活性化し、多くの人々が訪れることで地域の魅力が再発見されます。 地元の飲食店やホテルも多くのライブ参加者を迎え入れ、街全体が音楽という共通のテーマで一体感を持つ瞬間を体験します。これにより、地域経済はもちろん、文化的な交流も深まり、都市のブランドイメージがさらに強化されるのです。例えば、神戸のような都市が音楽を軸にした観光戦略を展開することは、長期的に見ても非常に効果的です。ライブイベントやフェスティバルは、 毎年のように行われることで、その都市を音楽の聖地として確立し、多くのリピーターを生み出します。これにより、都市と音楽、そしてアーティストとの結びつきが強化され、より多くのアーティストが神戸を訪れるようになるでしょう。神戸は、すでに多くのアーティストに愛されている場所ですが、今後さらにその存在感を高めていくことでしょう。最後に、今回のライブに参加できるかどうかにかかわらず、 音楽がもたらす喜びや感動を忘れず、引き続き応援を続けていくことがファンとしての喜びでもあります。